カンニアークーマリーは、インド南部のタミルナード州カンニアークマリー県にある、インド大陸部最南端の町である。女神、カンニアークマリーを祀る寺院があり、地名の由来となっている。インドの有名な巡礼地である。カンニアークーマリーは、サンガム時代からある町で、古いタミル文学や、マルコポーロ、そして、プトレマイオスの報告にも言及されている。また、沖合には、 タミルの哲学者であり、詩人であるティルバルバルの像とビベーカーなんだ、ロック記念寺があり、巡礼者を集めている。この地は、女神、カンニアークマリに由来する。ヒンドゥー教の伝説によると、カンニアーデイビー、女神、パールバーティーの化身は、シ芝神と結婚する予定であったが、シ芝神は約束の日に現れなかった。そのため、彼女は結婚することなく永遠の処女として、 芝神を待っていると考えられている。カンニアークマリでは2001年の州議会議員選挙ではアードミックの N タラバイスンダラムが当選したが2006年の州議会議員選挙では DMK の N スレイシュラージャンが当選した。ありがとうございます。